はい、それでですね、本日は、プロペラシャフトの方ですかね、組み立てていきたいと思います。E の1ということで、まあ E ですかね、バック E、いつも同じなんですけれども、こちらを開封して組み立てていきます。でですね、ちょっと取扱説明書を見ますと、かなり細かい感じがして、ちょっと理解するのが大変かなという部分があるんですけれども、まあその辺ですね、今回ちょっとゆっくりした動画で撮っていければなと思ってます。で、一つ注意点なんですけれども、まあ、この部品なんですけれども、2というのはちょっと長くて、まあ、1が3つ入ってまして、まあ、2が1つなんですけれども、まあ、こちらのようにですね、2が1つこう長いですけれども、これを組んで、あと1はこうトコトコって、まあ、これは3ですね、これは同じ部品なんですけれども、あとこの辺も同じ全て部品なんですけれども、こちらの2というのが1つありますので、この辺ちょっと注意点ですかね。で、まあ、こちら最後にトランスミッションに組むんですけれども、まあ、こちらが前でこちらが後ろなんですけれども、まあ、2を長い方を組んだプロペラシャフトをギア側につけるということになってますね。で、まあいつものようにこのスレッドロックということで、ネジロック材ですかね、こちらも塗布して組んでくださいと。で、こちらはグリスですね、まあこう稼働する部分ですので、こちらはグリス塗るんですけれども、こちらは最後にですね、組み立てた後に塗布した方が、まあ手が汚れたりとかしてなくて済むと思いますので、まあ、そのような形で組んでいきたいと思います。ではですね、早速ですね、組み立てていきます。まず、まあ1ですかね、この部品なんですけれども、こちら穴開いてますので、ですね、まあこちらの方からビスを刺してネジロックを塗布して、この部品ですかね、を、まあ、このように、組んでいく作業になりますね。で、最初にですね、こちら、まあ、穴があるんですけれども、まあ、差し込みまして、まあ、このようになってるんですけれども、で、まあ、これを組み立てていくという作業になりますね。まず、これを最初にやってしまった方が、楽かと思いますね。流れ作業的な感じになってしまうんですけれども、まあ、こちらもまた1ですかね、短いやつですかね、こちら2ですね、このビスですかね、サラビスですかね、こちらにネジロック材を塗布しまして、で、この穴に刺しまして、このような感じですかね。このようにこれを4つ作ればいいということになりますかね。こちらは2なんですけれども、同じように組み立てていきます。でですね、このように、初めにこのパーツを組みました。ちょっと流れ作業的になってしまうんですけれども、これが楽だと思います。
で次はですね、こちらのこの小さい部品なんですけれども、穴が開いてるこちらをこの先ほど組んだものに刺しますね。で、まあ穴が開いてますので、まあこのような感じですかね。ちょっと見づらいんですけれども、このような感じで穴が開いてる方を、溝ある方ですかね、このように組んでいきますね。でですね、こちらの部品ですね、こちらをですね、こう差し込みまして、でこのピンですかね、こちらをここに差し込むという作業ですかね。まあこのように組みますね。で最後にこのプラスチックパーツなんですけれども、こちらをこうスライドさせて組むと。そうしますとこのピンが抜けませんのでね、まあこのような感じで全て組んでいきます。これ外れないように、まあ組んだらこのようにしとけばまあいいかと思うんですけれども、これを計4つですかね、作ります。はいですね、4本とも組み上がりました。でですね、ちょっと見づらいかと思いますけれども、こちら側はちょっとネジ山がある方ですかね。で、こちら側がネジ山がない方ということになってますね。で、ネジ山がある方から、このトランスミッション側に組むんですけれども、芋ネジを。まあ、注意点としまして、ネジ山がある方がこのプラパーツ穴でかくなってますので、まあ、この辺をですね、ちょっと間違えないようにこうスライドさせまして、このネジ山を芋ネジを組んでトランスミッションに組むということになりますね。こちら、ネジロック材ですかね、塗布して組んでくださいということが書かれてます。でですね、プロペラシャフトの方ですかね、このように組み付けてきました。まあこのようにサスペンションがストロークした時にこうスライドですかね、そのような構造になってますね。この辺は SCX10-2 から、まあ、同じものなんですけれども、まあ、かなりですね、純正部品としては耐久性高いですね。自分はちょっと壊れたことないんですけれども、まあ、人によってはちょっとねじ切れちゃったりとかあるらしいんですけれども、自分の走り方ですと、この純正部品で十分ですね。社外品とかちょっとアルミで強化品とか出てますけれども、自分はこの純正のプロペラシャフトで十分ですね。でですね、まあ作りもいいので、角度もかなりこうきつくできますので、でこの辺の耐久性も金属も高いんですよね。なのでちょっと予備として、まあちょっと汚いんですけれども、まあホイールベースを伸ばしたり縮めたりすることも多々ありますので、ちょっとこの辺の予備パーツも自分は所持してますね。非常にですね、耐久性は高いですかね。はい、それではですね、トランスミッションに組んでいきます。で、ネジ山がある方ですかね、ちょっと見づらいんですけれども、でこのプラパーツも大きい方ですかね、こちらからこのトランスミッション側の穴に対してこちらを組んでいきます。
必ずですね、ネジロック剤ですかね、これは組んでください、塗布してください。でこのように脱着しやすいので、こちらの部品ですかね、シャフトがなくならないように十分注意して組んでいきますね。でこちらですね、こちらリア側、これ2番で長いんですけれども、こちらもですね、まあネジ山がある方ですね。こちら側ですかね、ちょっとシャフトが抜けやすいので、シャフト抜けないようによく確認しまして、このようにスライドさせまして、ですね、ネジロック剤ですね、塗布しますね。でこのように組み付けですがね、このように組んでいきます。でこのように組み付け終了ですね。まあ2番この長いものですかね、こちらが後ろに来るように、でこちらが1番なんですけれども、でこちらが1番ということで、このように組み付けますね。で次の工程に行く間に、こちらちょっとスライドしてすぐピンが抜けてしまうような構造になってますので、これですね、ピンなくさないようにですね、前後こちらもちょっと、まあ、これすぐ抜けてしまうので、この辺はですね、ちょっと次の工程移る間にピントをなくさないように、しといてください。以上になります。